もう喋っていいのあ、ごめんなさい。こんにちは。伊勢里ニナです。バンドトゲなしトゲありで、ボーカルやってます。えー、出身は熊本県で、誕生日は10月24日です。17歳です。うーん、自己紹介ってあと何言ったらいいんでしたっけあんまりやったことないからわかんないな。他に何か聞きたいことありますか好きな食べ物とか うーん好きな食べ物はカフェオレってこれ飲み物か。食べ物だとヨーグルトとか。甘いのも甘くないのもどっちも好きです。あ、そっか、バンドでの意気込みだよね。みんなに私たちの曲が響くよう精一杯歌ってます。私たちの曲を歌おう、歌を、ぜひ好きになってください。いつかライブも見に来てほしいな。ミュージックビデオもたくさん見てくださいね。 じゃあ今日はこの辺でまたねー河原木桃花二十歳トゲなしトゲありでギターやってる曲作ったり歌詞書いたりもよろしくはもう終わりだろまだ何か言えって何よだよえっと特に何もないんだけどライブ見に来てくれよなとかそれ以外はああそうだ たまにストリートライブもやってるからよかったらそれも見に来てくれたら嬉しいかもニナもいるしあとはそうだな欲しいものはお金と時間かなどっちもたくさんあったらいっぱい練習できるからさスタジオ借りるのって結構お金かかるんだよなのにたまにニナが無駄にダベって時間つぶしたりするからさもったいないっつうのもういい 私のことがもっと知りたかったらライブに来てくれ以上初めまして私はアワスバルトゲナシトゲアリでドラムを担当してます家はちょっといろいろあるんだけど高校に入る時に神戸から上京してきたのそれからドラムにハマって桃花さんと出会ってバンドを組んだって感じドラムはストレス発散が目的で始めたんだけど 今はみんなと一緒に演奏するのがとっても楽しくて大好きだよあと他に好きなのはゲームかなランキングとかあると他のユーザーに負けたくなくて頑張っちゃうやっぱりやるなら上位がいいからだから休みの日は外に出かけるより家にいる方が多いかもあんまり日に明けたくもないしねん私のことをテレビで見たことがあるってそれは。 <laughs> 気のせいじゃないかなーなんてじゃあまたね「トゲなしトゲあり」をよろしく名前はエビ塚ともたんはキーボード好きなものはペットの若様と千代丸もういいあんまり何回も取り直しさせられるとバイトに遅れるんだけどバイトはバイトアルバイト吉野家でやってるのルパもいる。 ルパとは仲いいのってうん二人で動画を投稿したりもしてるえキーボードを始めたきっかけそれは…子供の頃からピアノをやってたから別にすごくなんかないでしょピアノなんてやってる子いっぱいいるしそれじゃ本当に遅れるからこれで終わりこんにちはルパと言いますトゲナシトゲアリでベースを担当しています 出身は日本ではありません母が亡くなった後、父と一緒に日本に来てそのまま私だけ残りました今はアルバイトをして生計を立てて暮らしています趣味はよく驚かれるのですがお酒を飲むことです洋酒でも何でも好きですが私は日本が好きなので日本のお酒を飲むことが多いですねいつか父の国に帰ったら向こうのお酒もたくさん飲んでみたいです 日本ではお酒が好きな人を空島というそうですが甘いものも好きですよお店のメニューにスイーツがあるとついつい頼んでしまうこともあります皆さんは何がお好きですかもう時間だそうなので今回はこの辺でよかったらライブにも来てくださいねベース担当ルパでした